What's up? ただいま、チャット GPT を使って自由英作文が書けるようになろうということで、6回目今日はめちゃくちゃ大事ですというのも第6回の今日は、家庭ホトピックとね。え、前回お伝えした通り、今日は家庭ホトピックですからね。はい。ですので、えー、この家庭ホトピックといえば、だいたいね、校長だったらとか、皆さん校長だったらとか、皆さんが社長だったらとか、ね。え、皆さんが市長だったり ね、えー。皆さんが大統領だったらとかね、えー。こういうトピックっていうのは、もう本当にね、えー、大学どこも問わず、もうこれ定番中の定番です、えー。ですから今日はね、あの静岡大学の問題使ってやりますけども、もう大学関係なく、家庭法トピックをマスターしようってことでね、えー、ぜひ最後まで集中して、えー、受けてほしいなと思うんですけども、もちろん、この家庭法トピックだったとて、もちろん家庭法とね、直接法のこの対比関係。えー、これももちろん大事になりますけど、1番から5番までの視点ね。 えちゃんと第1回目の講座でお伝えした、第1回目の講義でお伝えした、もうすべて、もう総動員でいけるように、しっかり積み上げ方式でしっかり復習した上で、第6回、挑戦していきましょう。Imagine you are the principal of your high school. 皆さんの学校の校長先生だとしましょうね。And you have the power to change anything you want. もうね、やりたい。もう、改革変化もう何でも、あの、実行できる。 権限、権力、力があるんだよと。で、what improvements would you make? で、どんな、あの、改善しますかとで、include the details about the changes. えー、この変化、変革についての詳しいことと、and the reasons for them. えー、それらの理由だよね。えー、これを write about 120 words in English. ね、125でってことなので、まあ、あ静岡大結構長いね。英検準一級サイズだよね。 はい。で、語数に関しては、あ自分のね、皆さんのねえ、受験校のサイズ。そして、英、え、検、ー、であれば受験9のサイズに合わせて書いてみましょう。で、今日はですね、今日からですね、えー、残り7、8と東大やるんですけども、東大は60から80ってことになりますので、えー、東大の皆さん用の東大バージョンもね、えー、どうやったら語数ギュッとできるのかっていうお話も一番最後でやりたいと思いますので、えー、東大の人もお楽しみにしておいてください。はい、では皆さん、しっかり書いたら動画の続き。 クリック再生してください。では、いきます。はい。じゃあ、いつも通りね、えー、しっかり手書きで書いてもらったら、えっ、ー、と、一太郎パッドですかえー、もしくは皆さんがお気に入りのアプリを使って、しっかりテキストに起こしてもらって、えー、それをね、チャット GPT、ログインしてもらって、いつも通り、ね、もう第6回目ですかもみんな作業も慣れてきたでしょいつも通り、貼り付けていきましょう。 で、指示もまはもういつも通りあの動画の概要欄に貼り付けてますので、この表タイプ。表タイプでリクエストか、もしくは箇条書きでリクエストか。はい、自分のお好きな方を、えー、選んで貼り付けてみてください。はい、もう僕はね、貼り付けちゃいましたよ。はい、では、えー、僕の生徒さんが書いてくれたやつ、ちょっとコメントしていきましょうか。はい、えー、家庭法トピックですから、基本的にはずっと家庭法で言い切っちゃうっていうのがポイントですよね。 はい。If I were the principal of my high school. ね、えー。私の学校の校長ならばだよね。ちゃんと家庭法の過去、ね。仮に今ね、私が校長なら、今のことは家庭法、過去形ですからね。はい。でまだ家庭法ちょっと不安だわっていう人、ちゃんと僕のワンポイント A 作文の33項、34項、えー、ちゃんと見てくださいよ。はい。だったとしたら、I would like to change a lot of things.、ね、たくさんのことを変えたいと。はい。で、一応ね、like to っていうのは気持ち、あの、の表れですけど、もう、 ま、あ校長でね、権限があるわけだから、もう、この like to なくてもいいよ。I would change a lot of things. ね。もうたくさんのこと変えちゃうのに、ね。もう変えたいのに、じゃ変えちゃうのに、もうここまでダイレクトに行っちゃっていいからね。like to ない方がもしかしたらいいかもね。校長で権限あるわけだからね。で、first, firstly, どちらでもいいですよ。I would abolish Saturday class. 土曜日の授業をもうなくしたい 廃止したいっていうことなのかな廃止するだろうってことかなはい、ちゃんともう家庭法トピックはちゃんと家庭法で最後まで書き切るってことですよ。はい。で、ちょっと気になるのは、土曜日の授業が3弦4弦まであるんであれば、ここね、もうクラッシーズンの方がいいかな複数形の方が自然でいいかもしれませんね。はい。で、this had a benefit.F o r both students and teachers. いいですね。ちゃんと復習してくれてますね。はい。えー、生徒にとって でもはい、先生にとっても、はい、前回ちょっと予告したね。はい、前回の復習ちゃんとしてくれてるよね。はい、生徒目線、先生目線、こういう対比の目線、行くといいよね、と。生徒にとっても先生にとっても、どちらもベネフィットになるよね、ということですね。はい、ただし、えっ、ー、と、has the benefit。ね、これ限定してますので、唯一のね、利点っていうのがもう明らかになるのであれば、えー、定款しざでもおかしくないでしょうけど、まだね、 えー、そのベネフィットについて触れてませんから、えー、これは、あの、不定関視、あ、ベネフィットだとか、あと、サムベネフィット、ね。えー、みたいな、あのー、形がいいかなと、好ましいかなと思いますよ。で、次は、まあ、まずね、生徒目線だね。はい、スチューデンはい、僕が、私が校長だったとするのならば、はい、学生さんたち、中年たちは、cool、今日ね。はい、もちろん家庭法を最後まで書きるんですよ。で、デューモはもっとできるのになと。 何をできるのかって言ったら、what they want. 自分たち、彼らがしたいことで、on their private.、ね、だからここら辺がやっぱりカタカナ語と英語の違うところで、あのこの private。これは形容詞ですからね。はい。ですから基本的に形容詞なので、えー、private time だとか、えー、free time。で、しかも、in の方がいいのかな ?in their private time.in their free time.in their free time ぐらいが一番自然なんじゃないでしょうか。 はい。で、え、追加情報だよね。はい。1の A から、はい。1の B に移るのかなはい。also, 今度は、追加情報で、今度、先生目線ね。はい。teachers,、uh, would rest. はい。先生が、はい。お休み、えー、休憩、休息できるとね。もちろん、take a rest の形を取ってもらってもいいでしょう。rest well ね。はい。え、しっかり休めて、と。動詞の rest を使ってくれています。で、and spend time,、uh, on their family. はい。時間を、えー、家族に、えー、使えるってことかなはい。でも、家族と過す,す、過ごすわけですから。まあ、ウィスとかの方が自然なんじゃないですかね。はい。そして、えー、このことが、はい。this is crucial. んー、crucial。これ形容詞ですからね。なぜか、あついてますけど、えい、ー、らないね。this is crucial だけでいいですよね。はい。もしくは、なんか、後ろに名を1個入れてもらうっていうことかな。はい。 で、えー、for their health and happiness. ここ問題ないですね。to their health and happiness. どちらでもいいですね。で、えー、of their life. うーん、これは、いらないかな。はい。もしくは、ん彼らの人生の幸せ。なんか,なんか日本語にしたらわかるんだけど、やりたい気持ちはわかるんだけど、そうですね。まあ、これ、in の方が、ま、もしかしたら自然かもしれないね。 はい、えー、人生における、えー、幸せってやってあげた方が幸せ、あの、自然かもしれないね。はい、とにかくここは、あが不要でした。はい、で、ここからが2点目ね。で、ここまでが1点目、土曜日の授業を廃止するという視点でした。先生にとって、あごめんなさい、学生にとって、先生にとって。はい、えー、2つの視点を入れてました。はい、で、えカセガの2つ目は、はい、I would allow students to wear everything they want。はい、彼らが着たいものを全部着させてやりたいということだよね。 はい。で、allow に関しては allow all to V の形、えー、all が 2V するのを、学生さんたちがあらゆるものを切るのを認める、許可するということですけれども。はい。every と any に関しては以前一度言ったかな。はい。この everything はもうすべてだからね。で、えー、彼らが着たいものを全部着させてやるっていうニュアンスね。で、これが anything の方であれば、彼らが着たいもの、求めるもの、あの、何でもどれでも 聞させてやるね。だから、whatever のこの代わり、言い換えで使える方が anything ですから、ここは anything の方が自然かもね。で、あとは、この後ろ、a n t to wear まで言ってもらってもいいんだけど、to wear, to wear 二つ言うのが、ちょっとしつこい感じがしますので、one to で止めてあげたいだとか、want で止めてあげてもう十分。これ、この形が一番自然だと思います。はい、で、in my high school. えー、our clothing is regulated. 私たちの、まあ、衣服が、えーまあ、規制されている、決められているバイスクールをですね、はい。ここはもう完璧なんじゃないですかね。で、この私たちの服装。はい、our clothing っていうのはもう不可算名詞ですから。はい、えー、なので、closings とか s をつけるのはやめてください。はい、私たちの服装が決められてると。で、あと、服装。服装のルールっていう意味では、まあ、どこでも結構ね、レストランの中でも使いますけど、dress code。 ね。dress code っていう単語を使いますよ。our dress code is、uh, regulated. ね。はい。えー、こんな感じでもいいですし、はい、determined ね、えー。決定されるみたいなあ言い方してもらってもいいでしょう。ね。by school ですね、えー。で、規則は基本的に複数あるものなので複数形でいいでしょう。はい。で、 スクールユニフォーム is very expensive. ね、えー。制服高いよって言いたいんでしょうけど、まあ、これ一般論ですから、まあ、ここはあみんなの制服、えー、になりますんで、えー、ユニフォーム、ごめんなさい、ここね。ちょっとカーソルが。はい、ユニフォームズの方がいいでしょうね。はい、A、school u n i f o are very expensive. ね。えー、効果ね。ね、えー。高いと。はい。そして、and、はい。まあ、スクールユニフォームズにしたら、はい、ゼイでね。 They are not useful. 役立たない。はいえー、Because they are difficult to wash.、ねえー、SVC に何回切ってきたときに、ね、難しいけ簡単な経過来たときに、はい、to wash. 後ろ、欠落。ということで、えー、ここも純動詞のワンポイント A 作文のところでやれましたね、はいえー。洗うのが難しいからだよね。でこの役立たない。うんまあ、ここはやっぱり、 使いづらい。使いづらい、実用的ではないということであれば、まあ、プラクティカルぐらいの方がいいかもしれないね。プラクティカルを使える形容詞の中に入れておいてください。で、I believe that という方だと思うよと。ね。My school would be great. 素晴らしいだろうに。b y changing such things. ね。こういうことを変えていくことによって、素晴らしくなるだろうに。素晴らしいだろうにと。ということで、まあ、文法的にはおかしくないですね。ちゃんと、この現実面の直接法。 実際私の学校ではと。ね。いうこの直接、あの現実的な視点も入れてからの、もう一ん最後家庭法で締め、結論。まあ、あの、作りとしては全然悪くないと思います。はい。では、チャット GPT のアンサー見ていきましょう。あ、これ指摘してくれてるんですね。はい。えー、would like to は家庭法過去の一部ではなく単なる意思を表します。ん え、だから、I would change の方がいいよって書いてますけど、まあ、確かにね、もう直接的に、私なら変えるのに、たくさんのことを変えるのにって先ほど僕も言いましたけど、まあ、この形が、ま、権限があるわけだからね、ダイレクトに言っちゃえば変えたいと思うだろうにじゃなくて、変えるのにまで言っちゃっていいんですよ。ね。えー、こっちの方が、ま、いいかなと思うんだけど、would like to は、縦穂過去の一部にもなり得るからね。はい、なり得ますので、あの、文法上おかしいということではないです。 もっと直接的な表現した方がいいんじゃないっていうアドバイスだと思いますね。ちょっとこれ、チャット GPT さんの返事あんまり良くないかも。あ、もちろん、仮定法ですからね。今のことですかね。仮に私が今、校長のあなたがちゃんと仮定法、過去形で書いてくださいよ。はい。で、this has a benefit. はい、benefit は、えー、名詞であり、助動詞、発の直後に続くべきではない。うん。 名詞だから別に続いていいよね。これには利点があるって別に問題ないと思いますね。だここが、不定関詞のあとかであればいいと思うんですよ。this has、uh, some benefits とか、a benefit, a benefit の形であれば全然問題ないと思いますね。はい、ただし、はい、benefit、uh, この beneficial この単語もうマスターしてねーってもう第二項からもうしつこく言ってるよね。はい、good bad の言い換えだよね。はい、uh, beneficial の反対 harm 法っていうのと、あとネガティブポジティブ、uh, ポジティブネガティブ。 え、それと、favorable と unfavorable。この三つの対に関しては、もうみんなの自分の、ボキャブラリーに入れてくださいね、ってお伝えしてた通りです。はい、beneficial ね。はい、まあ、こっちの方が自然かもしれないね。はい。で、えっ、ー、と、student could do more, they, what they want, on their private. の、この、on their private が文法的におかしくないですね。あ、おかしいですね、と。in their free time. ね。まあ in their private time. でも、まあいいかもしれません。で、この、 do more, what they want が冗長で分かりにくいって書いてるのを do more of か。なるほどね。はい、確かにね、do more of a の形ってよく取りますよ。はい、えー、なので、さらにね、自分の宿題頑張るみたいな時に、えー、do more of my homework みたいな感じね。do more of a のこの形っていうのは結構取りますから、えー、これは結構知っててもいいかもしれないね。この of があった方が確かに自然だと思います。 で、えぇ、ー、先生目線ですね。also teachers would rest well. はい、十分休めて。spend time on their family. はい、rest well よりも、rest だけで十分。なるほど。はい、十分っていうのを、well いらんって書いてますけど、まあ、僕あってもいいと思うけどね。で、あとはもうね、先ほど僕が言ってるのを被ってるかな。はい、spend time with ね。はい、えぇ、ー、family だとか、with their family だとか、family members ね、えー。こんな形で言ってもらったらいいかな。はい、クルーシャーはね。 えー、これはもちろん形容詞なので、はい、えー、ちゃんと形容詞の形にしましょう。えー、もちろん、えー、この後ろは2に直ってますけども、えー、2でも4でも大丈夫です。2a にとってクローシャルね。えー、重要ね。はい。で、えー、セカン二つ目。はい、土曜廃止のこの下り、授業廃止の下り終わってからの、えー、何でしたっけあ、規則か。はい、え、規則は規則でも高速で、はい、何でも着させてあげたいなと。 ま、制服の緩和かなね。はい、えー、この服、えー、服装に対するこのルールの緩和かなはい、everything they want あまりにも後半すぎます。全部になっちゃうからね。はい。ですから、えー、先ほど言ったみたいに anything にしてあげたらもう、全然自然な表現になると思いますし、o ブ their c ね。はい、自分で選んだ c l o ゼ i n g 服装を着ると。ね、服を着ると。えー、こういうまあ、名詞表現、まあ、ちょっと難しいから。 ま、これはもう、anything に変える方が簡単だったと思います。はい。で、our c l o s i n g is regulated.our c l o s i n g is regulated ではなく、c l o s i n g choices are regulated の方が適切。まあ、こっちの方が正確なのかもしれないね。はい。でも、our c l o s i n g is regulated でも全然おかしくないと思うよ。はい。で、えー、school uniform が、 スクール、あ、スクールユニフォームのままだな。はい、僕は一般論なので、スクールユニフォームズにしてあげた方がいいと思います。Uh, very expensive and、uh, not, 先ほどね、practical. ね、practical がいいよって言いましたけど、not practical でいくか、not、え、practical、ー、イコール impractical. はい。この実用的、実用的じゃないって、この表現。Practical, Impractical. これも絶対使えた方がいい表現だと思います。で、because, えー、複数に合わせるんだったら、they are difficult to wash ね。で、最後。ね。はい。で、I believe that. はい。最後、まとめですね。my school would be great. 素晴らしいだろうに、これ、家庭法だよ。ってことは、if we change なんかおかしいね。はい。家庭法で合わせるんであれば、ちゃんとここ、 If, w i f I change とか。はい、もしくは、えー、カテホン未来。私が仮にこういうことを変えられるならっていうことであれば、If I want to change.If I want to change such things とかの方が全然いいよね。これもちょっと間違っちゃったままになってるわ。はい、で、前言いましたけど、これ2回目やってこれなんだけど、ちょっと違うね。で、これでなんか納得できないなと思った時には、納得いくまでここをクリック。 3回目とかね。はい。で、4回目とかね。表記の仕方とかね。あの、変わりますので。ぜひ、あの、この自分がちょっと納得いく答えが返ってこないなと思った時には、この、えっ、ー、と、この、Regenerate ボタン。やりないしボタンをぜ、ぜひ使ってみてください。はい。では、えー、この彼が書いてくれたやつと、この ChatGPT をちょっと踏まえながら、えー、吉武修正版出していきたいと思います。 はい。では、吉竹修正版いきたいと思います。はい。え、If I were the principal of my high school. はい。If I were. ね。仮に今私が私の学校の校長なら、I would. はい。えー、ちゃんと今のことをね、え、実践一個ずらして、過去形に。で、修正に上動詞過去形にですかね。うるくるまいとかね。I would. ジェンジンンえ、c h many things. え、たくさんのことを変えるだろうにだよね。で、具体的に、はい。1点目。First. はい。1点目の改革が、はい。 ウールだよね。私が校長ならですから、まだずっと家庭法の、このバーチャルな世界の中行きますから、ちゃんと家庭法の中で行ってくださいよ。I would abolish Saturday classes 土曜日の授業を廃止するだろうに、ちゃんと複数形にしておきましょう。はい。で、この dis っていうのが、はい、直前で言ったことを受けますから、はい、土曜日の授業を廃止することは、はい、やっぱり私が校長っていうね、 この条件の中に行きますから、ね、家庭のおバーチャルの世界の中に行きますから、ここもウッドですよ。はい、えー、土曜日の授業を廃止することによって、はい、benefit both students and teachers。はい、学生さんも、お、えー、先生たち、教員たちも、えー、恩恵がもたらされるだろうにということなんですけど、はい、benefit っていうこの動詞、ちゃんと使えるようにしましょうね。はい、benefit、名称 benefit ですけど、動詞 benefit の使い方ね。 はい。多動詞ベネフィットは左から右にパワー持ってますからね。はい。多動詞ベネフィットはベネフィット A に恩恵をね、えー、与える方ですよ。ね。恩恵をもたらす。恩恵を与える。え、その反対で、benefit from A は恩恵を受ける方ですからね。はい。ですから、もし、えー、ボース、tudents and teachers、こっちの方が集合に回っていたら、I would benefit from this。ね。would benefit from this。はい。えー、このことから恩恵を受けるだろうにですかね。 はい。ただ、ね、このディスっていうのは、こう、休場法ですから、やっぱり主語にしてあげる方が、この、フロー的にはね、流れ的には自然の流れになると思います。えー、しっかりね、ね、えー、生徒目線、先生にとっても、どちらも、利益があるだろうにと、ね、恩恵があるだろうにと。で、えー、生徒目線。はい、私が校長ならばの、まだ中言いますからね。はい、えー、スチューデンツたちは、could do more love。はい、このオブがあるといいよーって先ほど学びました。do more love A をもっとやると、ね。 do more of my homework みたいな使い方するんだよって言いましたね。で、え what they want in t h e private time ね。はい、自分の私的な時間に、えー、やりたいこと。はい、もっとやれるんだと。ね。ここで食いってもいいかもね、はい。ここで閉じてもよかったかもしれません。ね。はい、えやりたいことを自分のプライベートの時間でできるだろうにと。ね。はい。で、えもちろん in t h e free time, in t h e private time どちらでも構いませんからね。あと、 in private っていう表現ありますけど、これは、あの、in public の反対だからね。あの、in public は公に人前でってことですけど、in private っていうのは、え内密にってことかね。いいですね。はい。なので、えーここで in private 使っちゃったら、ちょっとおかしくなっちゃいますから、はい。一応辞書を使って、使い方もマスターしちゃいましょう。ね。in the private time.in the free time. で自由時間でやりたいことも,もっとできる。だろうに。はい。で、also. はい、まだ1点目の中にいるわけだよね。はい、今度は、はい、学生の下りの後に先生の下り。はい、はい、teacher's w o r 私が校長なら、はい、教員たちもみんな r e s t well。よく休めることが、休むことができるだろうに、だよね。はい、この、well はなくてもいいよって書いてましたけど、別にあってもいいと思いますね。はい、えー、もちろん take a rest っていう形を取ってもらっても構いません、ね。そして、and, spend time with their families. ね、えー、家族た、えー、彼らね、教員の先生たちのそれぞれの家族と、ね、えー、もちろん the、their family 単数形でもいいですよ。はい、えー、それぞれの家族と、えー、時間を過ごせるんだでもいいですし、their family members ね、えー、家族の皆さんと、えー、時間を過ごせるだろうにと。はい。で、えー、この、ね、土曜日休みにすることによって、休みをとって、休息とって家族と過ごすことが、 はい、直前に言ってたことが、はい、重要だ。はい、is crucial. はい、えー、2でも4でもどちらでもいいですかね。はい、えー、their health にとっても、これがフィジカルの方ですか。そして and happiness これがメンタルの方だよね。はい、だからここ,こ,こめっちゃ1点目詰まってるからね。はい、土曜日は休みする。ね。えー、視点としては学生にとっても、えー、先生にとっても。で、この先生の視点としては、あの、うん フィジカルの休息にもなるし、このメンタルもね、はい、このリフレッシュできるし、ということで、結構詰め合わせてくれましたね。すごいですね。はい。で、えー、セカンド2点目。はい、ここまでは1点目、土曜日の授業を廃止するくだりでした。はい、で、2点目ですね。2つ目は、はい、はい、うる、私が校長なら、allow students たちに to wear、はい、whatever they want, ね。え、彼らが着たい服、はい、なんでも、ね。はい、もちろんここは anything でもよかったですよ。 anything they want.、ね、彼らが着きたいもの何でも着させるだろうにと。私が校長ならばだからね。はい、ということで、二つ目に関しては、えー、服装のルールを、えー、緩くしますよと。ねえー、制服を廃止しますよってことなのかな。はい、で、はい、in my high school、ね、実際に私の学校では直接ほはんのかな。 はい、our closing. はい、私たちの服装が、はい、closing は、あー集合名詞ですから、探扱いしてくださいね。is regulated by school rules によって決められていると。ねえ。もちろん、our dress code ね。dress code っていう単語を使ってもいいよと。ぜひマスターしてみてください。パーティーの時だけじゃなくて、dress code 使えるよね。はい、えー、この服装が、高速によって決められてるんだと。ね。えー、で、 具体的な情報、追加ですね。はい。スクール、ユニフォーム、e r y expensive もちろんえ、私たちの、私たちのって感じかな。はい、私たちの、え、なくてもですよ。えー、この制服というものが、very expensive めちゃめちゃ高いと。ありがちですよね。百貨店からなんか買わされたりしますもんね。はい、そして、はい、not practical。はい、これもマイナスだし、これもマイナスだよね。はい、practical の反対が impractical という単語を使ってもらってもいいですよ。 in practical ね。一語ね。I am ですよ。はい、because. はい、なぜならば。はい、they are difficult to wash ね。え、はい、それらは洗いづらいから。で、I believe that. はい、my high school. はい、ここで結論に戻ってきました。はい、結論は第一部に戻ってきますから、ここまでがリアルな話、直接法の話で、最終文もっぺん家庭法。私が校長ならばに戻ってきますから、私が校長になるならば。はい、my school would be はい。improve ね。えー、改善されるだろうと。もちろんね、簡単な単語を使ったら、ベターっていうね、簡単な単語を使ってもらってもいいですけどね。はい。はい、by making these changes. はい。これら改革、変革をすることによってだね。はい。だから本当にね、僕の制度をしっかり書けてるでしょ。はい。ただ、プラスアルファで、ちゃんと、あの、ディスコースマーカーを明らかにしてあげることによって、もう意図した、この対比関係が論理的に浮き出てくると思いますんで、はい。ぜひね、この、 ディスコースマーカーの使い方と仮定法の中で直接法を入れることによって、えー、リフレッシュ。ね。えー、この起点、発想の起点、えー、もっぺん作ることができますので、えー、ぜひ、えー、入れてみてください。参考にしてみてください。はい。では今度ね、えー、吉武オリジナル、完全オリジナルの方の、え英検準一級サイズですね。もう、英検準一級はもう何回も言ってますけど、125から1 5五と。 ね、えー、一つ橋も、えー、130ぐらいね、えー、課されますので、えー、ここら辺の大学を受ける人、ね、英検準級受ける人、はい、どうやって膨らましていけばいいねん、その時にやっぱり使えるのが、ね、えー、この対比の視点ということで、えー、こんな対比の視点を盛り込んでみました。ね、先ほども入ってましたけど、メンタルフィジカルだよね。そして学生にとって教員にとって入れてくれてましたね。はい、そして全体と5。はい、この視点を入れてみたらどうなのか。はい、確認していきましょう。 どれぐらいかの。148。ギリギリですね。はい。はい。If I were the principal of my high school であるならば、I would strive to make a better environment for studying. ということで、はい。えー、私は、ね、より、えー、学習わ、私はより素晴らしい学習環境を、ねえー、作るために努力するだろうにと。作ろうとするだろうにということなんですけど、try to. try to 使ってもらってもいいし、これなくても全然いいんだけども、I、try to の代わりになる大人表現ね。そして strive to。これが使えるようになるといいよね、ということで紹介しようと思ってこれえ放り込んでみました。もちろん strive to。ニアリーコンの try to。これなくてもいいですかね。え私は、えー、より素晴らしい学習環境を作るだろうに作ろうとするだろうにね。はい、ちゃんと仮定法の中で言いましょう。で、first、1点目ですね。 はい。1点目。はい。I would. ね。私が校長なら、I would.I replace all the air con...I、えー、would replace all the old air conditioners.throughout、ねえー so、my school. ね。はい。私の学校の古いエアコン。全部、ね。とっかえるだろうにですね。はい。で、この replace の使い方はもう replace a with b. はい。後ろ。 ね、えー、これが消えるってことですよ。えー、いちいち言わなくてもいいですけども、もちろん後ろには、この文章の場合は、with new air conditioners がもう隠れてるイメージだからね。はい、とにかくリプレイスの、後ろがなくなる方。ね、with be の方が残る方。ということで、しっかり押さえておきましょう。ね、え古、ー、いエアコン全部、えー、とっかえるだろうにだよね。で、c u r r e n l y ね。はい、えー、現在、e、はい。 アク u a l リーなんかでもいいでしょうけど、現在いって、現実に戻ってますよ。はい。エアコンディショナル are working well enough, well enough で十分ね、よく。はい。エアコンが稼働しているだよね。エアコンが十分稼働している。はい。ひどい学校ですね。はい。only in the teacher's room だけ。職員室だけガンガンにクーラー効いてると。ね。はい。これは良くないですね。こんな学校ね。うん、なんかありそうだね、どっかにね。 はい。えー、これ良くないです。はい。で、一応 Currently っていうことによって、この直接法をね、えー、使う規定にもなりますね。で、この仮定法トピックの中で直接法現実目線を入れてあげる。ね。えー、これすごく素晴らしいね。えー、このやり方だと思いますよ。はい。えー、職員室だけエアコン聞きやがってと。はい、therefore だからだよね。はい、It is almost impossible. これ形式主語です。これ形式主語。ね。はい、ほぼ不可能。 ね、何が不可能かって言ったら、ここからがあ、新主語の塊の意味上の主語、to concentrate on の主語が、for students たちがね、はい、学生さんたちが、to concentrate on classes ね、え授業に、はいえー、throughout the year, 一、はい、年中ね、一、はいね、年中ね、 はい、ぜひこれ使えるようにしておいてもらったらいいと思いますよ。During the whole year ってことですからね。はい、1年中、えー、授業に集中するのがほぼ不可能だと。そりゃそうだよね。もう30度、40度、窓際なんか40度行っちゃうよね。はい。で、私が校長ならば、はい、2つ目ですね。はい。えー、セカンド、2つ目、私が校長ならば、はい、2つ目。2つ目が早かったね。 失礼し,ましたはい、I would ね。はい、need to make some teachers more energetic. ね。はい、一部の教員をもっとやる気に、もっと元気に活発に、えー、させる必要があるだろうにだよね。ね。しなくちゃいけないだろうにだよね。はい。で、この比較級なんかもね、変化を表すという意味では、もう改革系のトピックにぴったりですかね。はい、もっと一部の、一部の先生ってポイントね。 なんか、これはなんかなかったらちょっとさ、なんかトゲトゲしくなっちゃうじゃん。もちろん今の環境でもね、あの、頑張ってくれてる先生はいるわけですから。もう一部の教員たちはもっとね、えー、頑張らせてあげる必要があるだろうにと。ね。で、ア s a <other> solution. <S はい、えー、解決策としてだよね。はい、私が校長ならば、I would ask students たちに to evaluate teachers. ね。えー、先生を評価するようにね、お願いするだろうと。ね。 で、like in cram、um、school ね。はい、えー、塾予備校。ね、これ cram school で,ですかね。はい、塾とか予備校みたいにだよね。はい、で、ここから分子構文かな。はい、えー、ガンマ、はい、えー、encouraging, はい、teachers. で、そしてってそのぐらですよ。はい、えー、teachers 先生たちが、to be more competent. はい。で、このカンピテントっていうのは能力が高い、競争力があるってことは能力が高いってことですから、やっぱりここ比較級をまたさらに使ってみました。ね。先生たちがどんどん競争力が増すように、えー、どんどん実力が上がっていくように、能力が高くなるように、はい、促すだろうに、と。で、もちろんね、えー、この後ろ接続詞を使っていってもいいんですけども、えー、この分子構文を使うことによって、えー、文章がね、 ちょっとコンパクトになると言いますか、締まりが効いてきますので、はい、分子構文もね、ぜひマスターできるようにしてね、encourage, O2V の分子構文で、encouraging, O2V。で、この 2V のところが、2V もは competent という形になっています。はい、ということで、はい、えー、この先生たちの改革だよね。この生徒たちの改革、二つ目は先生たちの改革ということでした。ね。はい、えー、先生たちはもっとやる気になるだろうにと。はい、で、ラストリー、はい、三点目。 はい。私が校長ならば、はい、うーね。はい。メイクシューデンも involved in revising schools ね。えー、学校のね、えルール、あの、改定するのにね、修正するのにね、えー、もっと学生さんたちに関わってもらうだろうにね、be involved in A に関わるってことですよ。関わるは関わるでも、えー、まあ従事するってことですからね。いいですね。はい。で、えー、もちろん、メイク使ってね、 えー、participate in なんかも使える。あの、一応作ることができるかな。はい、make students.、えー、participate in revising school rules とかでもあんまり意味は大きく変わらなくて、えー、いけると思います。参加させるね。えー、学校のルールの改定に、えー、生徒たちに参加させるね。 はい。で、学校のルールのこの書いて、Revising School Wars の具体例だよねえ。何についてのルールなのかって言ったら、えー、about from what time to start。ね、えー、修行時間何時スタート ?from ときたら A to B だからね。ここの塊ですよ。from A。はい、修行時間。はい、from A、修行時間から、はい、えー、what to wear。to B。はい、制服。 に、至るまで、ね。えー、こういう学校規則のこうルールをね、変えるのにもっともっと生徒に関与させるだろうに。で、えー、かんま、which、そうすれば、非制限予報だよね。はい、まだこの非制限予報の向こう側もまだ家庭法の中ですから、which would. はい、I'll lead them to think about 以下について、はい、何について、what is best for themselves. 自分たち自身のために何が一番いいのか、一番いいことについて、えー、考えさせることになるだろうにと。だからね、このね、非制限予報の向こう側もまだ仮定法の世界観の中でいますから、こういうところね、やっぱりウール欲しいんですよね。で、こういうのが、まあ、しんどいわってなったら、さっきみたいにこの分子構さっきみたいにこの分子構文を使っちゃうと。だここも、あの、リーディング。ね、えー、カンマのリーディング。 でいいことですから、えー、カンマのはい、アラウィングとかでもいいかなカンマのアラウィングアラウィングリーディングアラウィング全部ねえー、彼らが What, think about?、ね、What is best for t h e m 自分たちにとって一番いいことね、どういうことなのかね、えー、考えさせることになるだろうにと で、if students、I、can spend their time with positive feelings ね。前向きな気持ちでもって、はい生徒さんたち、学生さんたちが過ごすことができるならば、ここは現実面に、えー、来てるのかな現実的にね。はい、えー、この家庭本世界観ではなくて、も,もちろんクルーにして家庭本世界観の中に入れてもいいんだけど、実際現実的に。 前向きな気持ちで、えーせえー、時間をね、えー、学生さんたちが過ごすことができるならば、はい、It will be easier. ね。はい、It が形式手法ですよ、はいえー。より簡単だろうに、はい、学生さんたちが前向きになったら、for teachers. ね。先生たちが、uh, to guide them.、はい、彼らを指導するのに、導くのに、えー、簡単に、えー、なるでしょうと。これ直接的なものの見方ね。で、 These policies. はい。こういうポリシーすることによって、はい。would benefit the school. ね。学校。ね。そして、as well as its students. 学校の生徒だけじゃなくて、学校全体にも、はい。恩恵をもたらすだろうに。と。いうことね。はい。まあ、ちょっとね、直接的なものの、えー、視点を入れましたけども。えー、まだここの中も家庭法の中をいいい入れておくとするんだったら、別にここをクールにしてもらって。 はい、ここがウルになっておけば家庭法の文章にはなるから。はい、この全文に関しては、まあ、どちらでも、まあ、アース術もあってくるかなと思います。はい、しっかりこの家庭法の中に直接でエピリットスパイスもどうでしょうか、ということですね。はい、ということで、えー、意識した視点としては、メンタルフィジカルね。このフィジカルの方は、ハード面エアコン取っ払うと、ね、えー、そういう視点でした。 えそして、えー、生徒、えー、先生たちにもっとやる気になってもらう。これはメンタル、ソフトの方の改革だよね。えそして、えー、こういうことが、学生にとっても、教員にとっても、学校全体にとっても、生徒一人一人にとっても、いい改革になるだろうに、という視点で書いてみました。はい。でですね、えー、東大の人たちはいつまでこんな長いやつ見させられるねんと思ってたかもしれませんが、はい、こからも東大の人よ、ね、あの、 東大に興味ないわっていう人は、ね、短くこうコンパクトにまとめるときに、興味ないわっていう人は、まあちょっと飛ばしてもらってもいいんだけど、えー、自分がうっかり盛り上がっちゃって、えー、こあの途中からね、こうコンパクトにしないといけない状況もあり得ますから、あの勉強にはすごくなるからね。はい。で、一応僕が東大、えー、次回から東大2発続けて、最後に終わりにしたいと思うんですけども、東大を見据えての、この、えっ、ー、と、 コンパクトにまとめる、えー、方法ね、えー。これちょっと紹介した上で、えー、次回、次次回のこの予習に東大、えー、受ける人なんかはぜひ活かしてもらいたいなというところで、えー、紹介していきたいと思います。はい。で、東大に関してはもう,、ね、もうしきりに言ってますけど、60から80、かなりこれ、ね、コンパクトにするのも結構難しいのよ。1語でも減らしたい、えー。そういう時にはですね、先ほどは、はい、if I were から始めたけど、 ね、家庭法。ね、walright 当地。walright 当地いけたよね。え、仮に私が if I wow, if どり、えー、if を、えー、if なし当地ね。if をな,なしにして、walright the high school principal? はい、えー、高校のお校長ならばと。ね、もうこの high school principal で、校長、高校の校長。もうこれコンポジトに言うになるからね。 え、もちろん、えー、the principle of my high school ってやってあげたら、まあちょっと、え一、ー、語増えちゃいますこで、こうコンパクトにすると、もうちょっと形容しかしてしまうとかね。はい、if なくして、え頂登頂こすとかね。もうこれも結構ヒント、あの、一つの書き方になります。え仮に私が、あ高校の校長ならばだよね。はい、I d enhance the study environment をより高めるだろうにってことなんだけど、はい、腕の短縮系のアポストロフィー D ね。 ええー、なんかアカデミックな文章であったら、なるべく、えー、下げた方がいいんじゃないと思うかもしれませんがあ、もちろん余裕があればね、あのー、五数制限なければ、もう、アイ、ウールってスペルアウトしてあげた方がいいと思うんですけども、後でどうなるかわかんないじゃ結果僕78になってるから、別にここウールにしたところで問題なかったんですけど、やっぱり後ろのことを見据えて、コンパクト、コンパクト、コンパクトにしようと思ったら短縮系もありだし、あの、皆さんが、 校長だったらみたいな文章で別にアカデミックでも何でもないじゃん。だからこういう短いトピックの時に、ね、別に学術論文でもない時に、別にあの短縮形使うっていうのはそんなに NG じゃないと思いますよ。ね。はい、なので短縮形使うのも一つと。で、衛生を高める感じね。はい、ということで第一文。で、First。内容ほとんど変えてません。はい、1点目。Currently, in my high school, in my school ではと。はい、エアコンディショニング。これはあの、 単語として使って、えー、使えるようにしといてもらったらいいかな。はい、もう空調設備全般。ね。エアコン一機一機すべてあ、あの、一気一気であれば、エアコンディショナーズでいいんですけど、ね。えー、空調設備全般であれば、エアコンディショニング。はい、この形使えるようにしててもいいかもね。はい、is enough の灯台を目指すんであったら sufficient. enough よりも sufficient。ね、ちょっと大人っぽいでしょ。はい、sufficient. ね、えー、エアコンのこの空調設備がもう十分なんだと。はい、only is a teacher's room だけだよね。内容は書いてませんよ。はい、なんだけど、はい、butt,、はい、replacing outdated air conditioners ね、えー、この時代遅れの古くなってしまった、まあ、オールドのちょっと使えなくなっちゃった、ね、型遅れの感じ、時代遅れの型遅れの感じが outdated ね、えー、もちろん out of date ね。えー、こうやってスペ、えー、スペリングしてもらってもいいですアウトオブデイト、アウトデイリっトね。はい。えー、時代遅れの古いエアコンを、えー、とっかえる。ね。ここまでが、主語になってますよね。はい。で、これを if 使ってね、表現することだってもちろんできるんだけれども、 接続詞を使うってことは、接続詞プラス、修節にもう一回主語を使わないといけなくなるので、やっぱり、東大目指す人は、無生物主語。無生物主語を使うことによって、一語二語、もう一語一語の積み重ね、一語二語をカットしていけるわけ。はい、だからこれは、な、あこの同名詞で主語を取ってる無生物主語ね。replacing outdated air conditioners をトあの、 全特化へ、ね、えー、することによってです。はい、ヘルプはヘルプ O2V、ヘルプ OV 原型、使えますよね。ヘルプスチューデンツたちが concentrate、えー、集中できるんだよ、と。ね、えー、もちろん、on、えぇ、ー、c l a s s あってもいいんですけども、授業に集中する、なんか一時書かなくても、study environment って言ってるわけだから、も、ま、う、あ、そういうのもカットすることは一応できるよね。 はい。私が校長ならばね、ね、えー、古いエアコン、もう片遅れのこのエアコン、効かないエアコンを変えることによって学生さんたちが、throughout the year, 年中、集中できるようになるだろうにだよね。はい。で、二つ目。はい。今度は、学生さんたちがね、集中できるようになって、今度は、はい。student evaluation for teachers の視点かな。先生改革かな。はい。この student はこれ形容詞っぽく使ってますよね。 生徒さんたちのエヴァレーション、評価ね。で、for teachers, ね。先生たちのこの生徒アンケート、評価。で、like in cram schools のと同じようにすることによって、で、やっぱり、これ無生物主語になってるわけ。同名詞の無生物主語名詞の無生物主語 evaluate の名詞形が evaluation。ね、名詞形ね。だからやっぱり東大目指す人っていうのは、もういつでも同名詞置き換えられるように。 で、ちょっとでも名詞形をしておくようにすることによって、まあ、大人っぽい文章はあ書くことがあできますよね。はい。かつ、コンパクトにまとめていくことができますよね。はい。ですから、あー先生たちの、に対するか、先生たちに対する、えー、学生アンケート、ね、生徒評価によってだよね。 私が校長なら、はい、improve some teachers' attitudes.、ね、一部の教員の、えー、姿勢が高まるだろうにだよね。はい。で、えー、もちろん、先ほどみたいに enable o to be to v allow o to v lead o to to v この形を使ってもらってもいいんだけど、まあ、一語でも減らそうと思ったら、まあ、improve、三分形取れる動詞で、後ろ。ね、えー、a t t i t u d e っていうね、先生たちのやる気、姿勢。 え、こういう名式を使うことによって、ちょっとでも、まあ、一応コンパクトにはしてみました。はい。無理する必要はないからね。で、finally, lastly, え、最後に、はい。involving students たちを、ね、in-revising schools 関わらせることによって、やっぱり同名詞で無生物詞をね。involve, え、ね生徒たちを in B に関わら関わらせるね。はい。え、学校の規則をね、え、修正するのに。 ね。えー、関わらせることによって、また、追加の情報です。えー、当然、プラスの内容、プラスの内容。はい、えー、ここでもプラスの内容来るよね。えー、関わらせることによって、よって、因果関係左から右ね。はい、私が校長なら、would you make them more constructed. ね。より建設的になるだろうと。で、もちろん、them イコール、修練だね。 学生たちがよりコンストラクティブ。前向きな建設的な気持ちになるだろうと。でもちろんパーシティブとかでもいいからね。パーティブ。ね。えー、前向きな気持ち。ね、この楽観的な気持ちとかであれば、アプティメスティックなんか、いう形容詞もあるね。はい。ただ、東大目指す人っていうのはもうね、えー、某単語帳、鉄、 っていうね、あの、某単語帳みんな持ってると思いますけど、あそこに、えー、出てくるような単語ですね。えー、ぜひ、使え、ちょっとでも使えるように、正しい使い方で使えるように、えー、ピックアップしておいてもらえるといいかなと思いますね。はい、ではまとめです。はい、1個、2個、3個。はい、these measures. ね、えー、このような、あぁ、施策、えー、によってだよね。はい、え would、ー。私が校長ならば、a foster positive student attitude. ね。 前向きな学生さんたちの姿勢が育まれると。フォスター A を育む。ちょっと難しいなと思ったらディベロップとかでもいいですよ。ディベロップでもいいし、nurture とかでもいいですからね。この育む系の動詞もぜひ知っといてください。学生さんたちのこの前向きな姿勢が。だからここのプラスのパージー、ここのプラスのパージーティブっていう形容詞と、constructive、まあ、っていうこの形容詞がニアリーイコールでいてね。 で、もう、これ、これ、発達系ですから。フォ,フォスターも、吉崎先生、読解的には、あの、育む、ね、ディベロップ系ですから。え、これ、パラレルしてるとんですよ。はい、で、もちろんね、この、えー、部分は、あの、非正規用法で、カンマ、ウィッチ、ウル、ベネフィット。カンマ、ウィッチ、ウル、ベネフィットで非正規用法で使ってもらってもいいんだけど、分子構文の方が、ウィッチとウル分、浮くじゃんと。2語浮くじゃんと。もっと言うならば、接続詞使って SV やるよりも4、4語分ぐらい浮くじゃんと。 だから、分子構文と非制限法をちょっとうまいこと組み合わせながら、ちゃんと自分の中で、あの、対処するこの、このところまでね、えー、練習しとけばいいですよね。はい。で、えー、分子構文、benefiting ィィ、そして、ボースザスクを学校全体も、it's students。学生さんたちも全体も、生徒さん個々も、えー、にも、対しても、どちらにも、えー、恩恵がもたらされるのであると。恩恵を与えるのであると。いうことね。 はい。ということでね、えー、今日は、えー、一番最後にね、長々と東大お店へてのね、えー、東大サイズで、えー、ちょっと紹介しましたけど、これいきなりは無理だからね、東大目指してる人もね。でも、えー、ちょっと無生物主語することによって、名詞化することによって、文章コンパクトになるぞと、ね。えー、あとは、えー、非制限法だったりだとか、あと分子公文、さらに分子公文で、えー、語数カットできるぞとか、えー、そういう、このね、引き出しを持っとくってことがやっぱ大事。 で、本番初めて挑戦ではなくて、ちゃんとね、えー、そういう状況を常に想定しながら、えー、この練習の段階でやっておくと。 で、かつですね、今日は家庭法トピックでしたので、家庭法トピックは東大に関わらずですね、えー、どこの大学でも出てくるトピックなので、えー、しっかり最初から最後まで基本は家庭法で書き切り。で、その中でちょっと直接をスパイス入れてみると。で、視点に関しては、第1回目の講義で、えー、ご紹介した5つの視点、えー、常に意識していくと、ま家庭法トピックになった時にでもですね、えー、ちゃんとうまくコントロールしていけるこえー、いくことができると思いますので、ね、まだ、えー、何日ありますかもう皆さんの本番まで。 えー、大丈夫。ね。一日あれば大丈夫、えー。意識するだけで、あの自由作文は変わりますんで、3日後だろうと、5日後だろうと、1週間後だろうと、意識するのが大事なので、ぜひここまで学んだ積み重ねのね、えー、できたものをぜひ表現できるぐらい、いろんなトピックで練習してみてください。はい。次回はですね、えー、2023年の東京大学のおこの30年後、ね、移動の手段どうなっているでしょうかと。 一応、東大目指す人は60から85ですけど、いつものように、え自分の受験校英検の受験のこの9、受ける9に合わせて、えー、ぜひ練習してみてください。ね。あの、東大とかね、もうどこどこ大とかね、大学名関係ないから、自由英作文に関しては、自分の受ける大学の、えー、過去問は、言ったら、あの、サイズ感を練習するのに使ってもいいんですけど、全く同じトピックなんか出てこないからね、だからいろんな大学の自由英作文をこう手出していくんですよ。これが大事だからね。 はい。ですので、えー、次回も、えー、この未来のお話、未来のお話の練習をぜひ、えー、していけたらいいかなと思います。残された回数はあと2回、えー、国立2島までしっかり、えー、復習して、えー、完成させていきましょう。では、また次回お目にかかりましょう。See you!